はい、皆様こんにちは。お元気でいらっしゃいますか。ノーフットライズの勉強をしております。ノーフットライズとは文字通り足を使わないライズなので、足の裏をべちゃっと床につけたまま膝とか股関節、上半身などで作るライズのことですね。では今日は具体的に次の映像でどこがノーフットライズになるか分かりますか。突然見ても答えられるものではありませんので、ステップ見てみましょう。まずクローズチェンジからナチュラルスピンターンをします。ワルツですね。そしてリバースターンの C56 をしたら、ダブルリバーススピンをしてから、プログレッシブシャッセトゥーライトをして、それを PP で終わり、シャッセフロム PP からナチュラルターンをして、ここで終わりです。次もう一つスローフォックストロットも見てみましょう。定番通り、予備歩からフェザーステップ、そしてリバースウェーブをしますね。リバースターンの4歩からさらに交代を続けて、オープンインピタスで PP になり、ウィーブフロム PP をしてチェンジオブダイレクションをします。そして、付け足しでコントラチェックをしてみました。さあ、これの中でどこが、ではちょっとスローモーションにしてみますね。これが一通り終わった後で解説しますので、どこかしっかりチェックしてください。はい、それでは解説申し上げます。まずこの女性のクローズドチェンジの右足ですね。それからこのナチュラルスピンターンの女性の後退第一歩、左足、そうですね、後退の内側回転ですね。はい、同じくこの後退するステップの内側回転、男性の、リバースターンの C56 の最初、右足ですね。これがノーフットライズになります。はい、今度はこの女性ダブルリバーススピンの第一歩目の右足後退。これは、男性は普通のライズになりますけれども、女性はヒールターンをするので、ヒールを床から離すわけにはいきませんので、当然これがノーフットライズですね。はい、そしてまた、このプログレッシブシャッセトゥーライトの女性第一歩右足後退は、ちょうどリバースターンの一歩目みたいなものですから、同様にノーフットライズになります。後退の内側回転ですね。はい、そして次がちょっと気づきにくいかもしれませんが、アウトサイドチェンジのこの男性の第一歩目、左足後退、これがノーフットライズになるんですね。それが証拠にはですね、これはヒールを上げませんものね。次の右足がステップするまでヒールは上げないのが普通ですからね。ノーフットライズです。
はい、そしてこれはもう説明するまでもありませんけれども、またナチュラルターンなので、当然女性の左足交代第一歩の左足交代ですか、左足ですね、これがノーフットライズになります。以上ですね。はい、スローの方はですね、ちょっと時間がね、かなりもうここまでで長くなってしまいましたので、次回の復習としたいと思います。ではまた次回頑張りましょうね。結構ね、スローは、びっくりするようなところがノーフットライズなんですね。最初からもう、どんどんどんと行きますからね。では、さようなら。最後までね、一応ご覧くださいませ。